ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も刀剣乱舞無双をやっていきましょう。はい。いや、ここ最近敵もね、強くなってきて、こっちの必殺技をバックステップで避けたり、なかなか手強くなってきたんで、またね、一回みんなのレベルを、上げてきました。全員80以上にして、で、装備もですね、次の戦いに備えて、また強くなるか。全員3つ装備できるぐらいまでにはしてきました。なので、固有闘技も全員使えるようになっております。はい。で、今回ちょっとストーリーまあ進めるんですけど、ちょっと気になるのがですね、まあ本丸レベル30で、これがどうもマックスみたいなんですが、装備品、たまには店でも覗いてみようか。まあみんなの固有の装備は全員買い終わったんですけども、ちょっと気になるのがですね、まあ最後に出てきた鬼頭鈴とか、戦闘開始時に必殺技ゲージが最大になる、いきなり必殺技打てるっていうのもまあいいんですけども、気になるのがこれ、神速の書2つ売ってんすよね。お金もう10万あるし買っちゃおっかな。これは俺たちの役に立つだろう。2つ買っちゃって使えそうだ。で、あと使えそうなのがこれ、相当連携ゲージが溜まりやすくなります。これもちょっと買っときたいかな。これも2つ売ってんな。これも2つ買っとくか。いいものを見つけました。いつか使おう。2つ買います。使えりゃ何でもいい。あとは生存が最大の時に攻撃が大幅に増加しますとか、もうすごい腕前がマックスになったらいつか役に立つかもしれない。まあだいたいこう負傷状態になると攻撃が増加します。まあ要は村正さん最強になるっていうやつですね。脱げたら最強、はい、っていうのがありますが、じゃあ、この装備を今回は使って頑張っていきましょう。出陣です。おっす。はい、わかった。ここも俺たちが以前、挑んだ地点と同じようだ。豊臣秀次には自陣命令が下らなければならないな。そうだね。阻止する。阻止する。豊臣秀次を無残に死なせない。それ大丈夫なの？新たな流れが検知されました。必死の使者。未開石戦場。この世界は夢である。いきなり唐突だな。故に。夢の主の願いが叶えば、成り立ちの根拠を失って形をなくすに違いない。予想か。面影の狙いはそれだった。果たすべき、夢の主の願い、豊臣秀次の生存である。自陣の命を伝える使者を救援し、撤退させよ。はぁ、どこに向かってるんだ。この歴史は。生死とは完全に逆の動きになるぞ。そうなんだよな。どういうことか、ちゃんと説明をしろ。豊臣秀次がこの夢の起点だ。秀次の無念を前提として、無念としてこの世界は成り立って夢が起こってんの。秀次を生存させれば、夢は形を失い、この歴史の消滅となり得るかもしれない。悲願達成でなくなるの。もしかして秀次事件の数字を変えるのは面影にとっても初めてなのか。あ、そうだ。ここが夢幻からなる世界だということは、三日月に言われるまで気づかなかったからな。確かに敵は躍起になって俺たちを止めに来ている。鬼ごっこを続けるよりは、逆転の発想か。試す価値はあるか。はあ。となると確か石田三成だな。また久々だな、石田三成。秀次救出に加担させるのがいいな。今回のゲーム石田三成いっぱい出てくるな。以前は自陣命令を届けるという嫌気のさす任務だった。だが、そうだね、やったね。今度は逆を試すわけだな。行くぞ。行くぞ。はい。というわけで、アイテムいっぱいマーク二人ついてますね。生蔵さんか。生蔵さん、じゃあ生蔵さん連れて、なんとかなりますって。まあそろそろもうアイテムも、いやまだいるな、まだいるな、まだいる。まだみんなの能力全然、解放しきってないから、まだアイテムセットはいるな。ヘッシーと仲悪いな、まだ。
一なのヘシだけじゃん。もうじゃあヘシと仲良くなってもらおう。今回は最良の結果をもたらそう。最良の結果をお願いします。重要情報はわからない。成功条件は全ての豊臣軍武将の救援。各地で敵に囲まれてんじゃん。みんな敵に囲まれてんじゃん。まずいな。で、失敗条件は、いずれかの敗走または、非死命令の阻止失敗。超死か命令の阻止失敗ね。はい。で、さっき買ったアイテムをぜひ試したい。生蔵さんといえばあのアクロバティックなスピーディーな連携ですから、神速の章2つつけてみる。使ってみます。使ってみよう。使ってみます。速度ってだってパラメーター乗ってないもんね。隠しパラメーターだから、これでどうなるかだよね。うん。で、仮にヘッシュがアイテム集めといて。お願いします。お願いします。本之助根付けと持たしとこう。これも主命と思う。これもヘシがアイテムを拾う係でよろしくお願いします。じゃあ行こう。はい、目大きい。そして自分を投げる。なんとかなりますって。なんとかなるかな、このスピード。今日も頑張りますか。さあどうどう。解析開始。死者は、あいずれの歴史にとって重要な人物。あ、はいはい。ここで死なせるわけにはいかない。ダッシュの速さが尋常。あ、はい。死者を救えば間違いなく秀次の元へ向かうだろう。あ、だから彼らを生きたまま撤退させ。こういう通り。秀吉の面から手を引かせる。何が起こってるのか分かんない、早すぎて。こういう通り。ちょ、何が起こってるのか意味分かんない。もう一回見よう。何が起こってるか分からない。全然わからない。あ、こっちね。なんか、あ、倒しちゃいけないマークだ。時間底軍に襲われている死者がいる。まだ助けちゃダメってこと。助けに行くべきか。いや、助けに行く、いや、助けちゃダメなんだよ。とりあえずザコは倒しといて、適度にザコは減らしといて、うん、ちょっと無視しとこう。無視して先進もう。こいつも倒しちゃダメマークが出てる。どうする。助けに向かう。助けに向かうかって、いつもなら助けようっていうのに迷ってるってことは、やっぱ助けちゃダメってことだよな。じゃあこっち次行こう。次行こう。なんだ何を試されてるんだ。僕は豊臣秀次生存のために走り回るのはなんだか落ち着かないな。以前の調査は目的が真逆だから。うっかりしないよう気をつけろ。でこいつも無視して、この一番奥に何かがあるかもしれない。襲われているな。さて、今助けに向かうべきかどうか。あ、こんちゃんがなんか、死者が襲われているようだ。あ、こいつらは救援に向かうべきか。こいつらは倒していいんだな。まずは三成から助けるのか。今回ばかりは早すぎる。ちょっと早すぎる。どうやら石田三成は、今回の任務に乗り気ではないらしい。乗り気ではないらしい。どうすればいいんだ。とりあえず必殺技打っていいから、なんか打つタイミングがない。でしょ。今日の化け物だらけではかなわない。うん。秀吉様には申し訳ないが、お、ここは引こう。マジか。さて、他の死者を助けに行こうか。うん。三成が引いた。あ、これで三成が説得してくれるのかな。撤退するかもしれない。もうやばいから逃げようぜって。前戦った三成とはだいぶ違うな。で、どうなんの。会話しないな、特に会話しないな。一応 100% になってない。まあ倒しちゃっていいのかも。じゃあもう発動するか。始めます。いい選択だ。これでどうなるか。早すぎ。早すぎてわけわかんない。あなたはこのまま高野山へ向かうのか。向かうのかな。筆頭たる三成殿がいなくては絶対もやむを得まい。三成逃げたよ。よし、うまく石田三成に続いたな。三成の存在でかかったんだな。ほら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 、もう何が起こってるかよくわからんよ。新速の人楽しすぎるな。あ、出ちゃう。まあいいか。始めましょうか。全力でいく。こんな何もないところで全力出してしまっていいの。
よりによって、もともと早い生蔵さんにつけたのは淡いもない。よかったんだろうか。石田三成は引いた。一緒に行った方がいいんじゃないか。一緒に、あ、そうだね。池田くん、どうする池田くん。わしも続くか。お残る死者も素直に撤退する。みんな帰ったよ。ニカ。よし、突撃だ。これの速度も上がってたら面白いんだけど、さすがにそれはなんかもともと速いしな。最後だ。あ、どっこい。俺だってやりますよ。もうやりすぎです。お前も引き返した方がいい。お前も帰れ帰れ。石田三成はすでに撤退して。お家帰れ。何？何？それは誠か。いけん。ならば、わしも引くしかあるまい。いきなり現れた人たちの話を信じる。まだ現れると。こいつで終わりかな？こいつらの狙いは死者たちだろう。追わせるわけにはいかない。はいよ。ここで倒すぞ。決めるよ。はいはい。もう早いから相手の攻撃避けんのも楽なだ。むしろ早すぎて当たりに行かないように気をつけるから。はい。キャンセルも早い早い。もう大太刀の攻撃なんか当たらんわ。当たらんわこんなの。いや楽しいな新速の書。これでおしまい。火力を上げるよりも速度を上げた方が総合的な火力は上がるかもしれない。進む。うん。これもまた主のため。主のため。早くなりましたよ。よーし、これからもよろしく。よろしくお願いします。いいな、このセット。初めて買ったけどいいな、このセット。あ、あとは近之助の確認を待つだけだ。おお、どうなる？面影の指示通り自陣命令は阻止したぞ。これで秀次は生き延びることが叶うんじゃないかな。どうなる？いや、まだ分からない。まだ分かんないの？皆様、新たな演算結果が出ました。はい、どうでしょう。豊臣秀次は自害しました。なんで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 、どうしてそうなるんだ。どうしてそうなるの本当。自陣命令は阻止しただろう。なんなのそんなに。はい、うん、ですから命令を受けてではなく自分の意思で、どうしたの。秀次、秀どうした。バカな、死んだのなら結果は一緒だ。失敗か。いくら条件を変えても。何なんだこの世界の豊臣秀次は。無念を抱いて死ぬ。勝手に無念を抱いて死んでしまった。夢の始まりとなる秀次事件は不可侵領域らしい。不可侵領域ならば、やはりこの夢を止める方策は秀頼一つ。おう、皆様警戒を。大型の虫が現れました。大型、はい。今度は第2章のボスかな。あ、もう訳がわからない。想定外です。もう訳がわからないよ。その殺傷関白の丸×四角三角は本当何なんだよ。はい、虫ね。どの虫さんかな。さて、虫は我々を狙いに来たと思っていいようです。さあドイツかな。豊臣秀次の眠る土地。うん。畜生塚から寄ってきた。畜生塚。畜生塚。うん。なんだその物騒な名前。物騒だね、確かに。解説は後だな。おお。今は行くぞ。いや、なんか帰ってきてからすごい喋るようになったな、おもかげさん。夢の守護者。どれほど手を尽くしても豊臣秀次の自陣は覆らない。夢の発端は不可侵領域なのかもしれない。ならば面影はつぶやく。
その時コンノスケが虫の接近を告げた。大型の虫を撃破し義士を消滅させよう。さあドイツかな、楽しみだな。わあ、アイテムマーク鶴さんだけか。じゃあレベルちょっと上の方だけど鶴さんでいきましょう。新しい驚きを期待したいよね。うん、で鶴さんまだ絆が2の人が結構いっぱいいるんだよね。うん、カラちゃんか何気にカラちゃんかあれ同じチームだったのにな。真面目にやれ真面目にやれ。あ、ダンゴムシですね。あ、もう普通に雑魚だったやつだな、ダンゴムシ。あのビヨンビヨン跳ねるやつだっけ、どうだったっけ。まあ行きましょう。で今回はアイテムをさっき2個目に買った連携の書ですね。相当連携ゲージがたまりやすくなります。これ2ついってみようか。驚きよりも信頼、装備は驚きよりも信頼だ。これでいってみましょう。でカラちゃんが今度はアイテム集める係でお願いします。今度付け根付け2つつけときましょう。使うぞ。はい、これで使うぞ。いきましょうか。開始です。はい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 、こいつね、こいつね。あ、ちゃんと障害物置いてあるわ、親切だなまああんま使わないけどね、あの障害物。あいつ前にも戦ったことがあるな。あるあるある。俺たちにかかればひとひねりだ。な、面影。おお。そんな攻撃パターンだったっけ？やっぱちょっと変わってんだな。心してかかろう。もうなんか引かれてる人いますけど。奴が回転している間は攻撃が効かない。はい。攻めに転じる気は必ず来る。おお。今は回避に専念しろ。ああ、ね、なんか避けるのもめんどくせえからここでいいか。はい、よいしょいしょい、はい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 。お、もう始まる。私たちに狙いを定めたようだ。はい、好奇だな、大きだな。限界まで引きつけてかわす、うん、壁にぶつけ奴の隙を作ろうぞ。あれ、この障害物じゃダメなんだっけこれ。なんかすごい画面が揺れる、画面が揺れる。ほい、やつがよろけている今が好機だ。え、あんまなんかよけた気しないんだけど今。お、なんか、あ、これね。地面に倒れ込んだ今のうちに仕掛けるぞ。弱い、やっぱり弱いこの子。こんなところで負けはしない。はいはいはい、はいはい、必ず超えられるはず。あんまり相当ゲージたまり良くないな新速の書ほど見せ場をもらうのは驚きがない。新速の書ほどの驚きがない。ちょ、相当の書はちょっと微妙かな。実感がない見た目の実感があんまりない。うわ、ちょ、たまにはこういう通り出るのに時間かかるけどね、これ急降下危ねえ危ねえ、おいで。はい、あ、溜まってる溜まってる。今地に沈めるぞ、地に沈めるぞ。攻撃到来だ、仕留めるぞ。はい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 、この縦切りいいな回転している間は攻撃しても意味がない、意味がない。今はやり過ごすか。鶴さんも足速いなどうでもいいわ、長い長い長い弱いけど体力あるんだよなこいつ。どうでもいいしつけ殴れない時間が長い敵はやだな。早くあれ来てよ。俺たちを狙っているようだな。壁にぶつけて隙を作ればいいのか。はい、お願いします。伸び伸び。さて、ちょっと遊ぶか。相当ゲージ増えるアイテムはちょっと微妙ですね。負けるわけにはいかないよな。新速の処方が楽しかったな、うん、残念、結構高かったのにな。ふらついているぞ、叩くなれ今だ。これで3回打てたから相当必殺。来た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 、またまたアクションが激しいだけなんだよな。これもそんなに大した攻撃じゃないんだよな。様子が変わった。ああ、怒り狂っているな。
怒り狂ってもな。あの状態に陥った奴は危険だ。うん、構えろ。猛攻を仕掛けてくるぞ。なんだっけ、弾め狂うやつだっけ。お前と戦場に立つと本能寺の変で共に戦ったことを思い出す。お前の気迫に圧倒された。しなやかで力強い。しなやかで力強いだった。なんか褒めてる褒めてる。カラちゃんがさっきからカラちゃん何してるんですか。今は回避に専念するべきだ。畜生ですかね。面影の言葉からすると虫たちとは何かしらの関わりがあるようだ。カラちゃんカラちゃんちょっと避けてくださいよ。何してんすかカラちゃん。今地に沈めるぞ。あ、来た本気到来だ。ピョンピョンモード。本気到来っすかねこれ。あーでも、うん、溜まりやすいかな。ちょっとは溜まりやすいかな確かに。うん、そんなに感動がないな。神速の処方のちょっと地味だよね。まだ終わんない、まだ終わんない。もうあとあれだな、相手の特攻は待ちだな。うん、これ待ちだな。はい、おしまい。弱い。やっぱ進化してもこいつは弱かったな。お疲れさん。いや、殴れない時間長すぎんだよ、こいつ。次はどんな驚きが待っているかな。あ、驚きが欲しいぜ。なんかもっと驚きアイテムないかな。予想以上の力じゃないか。楽しませてもらったぜ。勝ったな。やっと面影の話をゆっくり聞けそうだ。面影の話、ああそっか、あとに話は後でって言われたんだな。面影という名を持つ刀には、うん、いくつか逸話がある。うんうん、そのうちの一振りが豊臣秀次の刀だ。それは前言ってたよね。秀次事件を調査中、私の中の一振りの思いが高ぶってしまった。高ぶってしまった。秀次を救いたいという思いが。ああ、それはみんな言ってるよね、元主救いたいって。私の足は自然と畜生塚に向かっていた。ほう。畜生塚は秀次と連座した数十名が汚名を着せられたまま葬られた地だ。ああ、なるほどな。その深い嘆きに私は共感した。なるほど。そこを時間素行軍につけ狙われたのだろう。私は虫に飲み込まれた。はい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 。必死に抵抗した。あ、一回飲まれてんだ。一振り分が抜け落ちたんだな。そこでか。激しい戦闘で一部が欠落したと言っていたものか。歴史改変の流れはその後みるみる拡大した。ああ。金之助とはぐれた私には、はぐれた理由が分からなかったが、黒の面影が関与していたのは間違いないな。はあ、武将に夢の領域を与え5つの流れに分けたのだろう。ほう、へえ。虫ってのも大方畜生塚の埋葬品を時間素行軍が何らかの手で霊視させたものってことか。ああ、なんか真田さんの時の秀次事件から、うん、あの小判、小判計画が始まったようにも見えるし、うん、お金つけてたよね。そこに秀次と関係を持つ面影さんが単独で調査に来てしまったと。不幸な偶然ってやつかい。偶然なのかな。いや違うでしょ。秀次事件を知る者だから利用されたとも考えられる、うん、災難にもね。狙われてたのか。だとしても罠にはまったのは私だ。同情はいらない。同情。はいはい。何今のフンって。またあれか、秀次が自害したならオッケーですってやつか。流れが少し変わったな。ここでの秀次は冤罪を主張して死んだのか。ほう。命令か自分で選んだ死か。考えてみればどちらが歴史の上での真実かなど決められないものだな。秀次の気持ち次第だからな。
死者に物を語る術はない。お、死の状況が解釈され歴史となるだけだ。ああ、それも歴史、一つの物語ゆえ。私のもう一振りは、うん、そんな物語の中に埋もれた主の悲しみを追って夢に落ちていったのだろう。ああ、根底を崩せないならば夢の先まで奴を追い詰め勝つしかない。みんな協力を頼めるか。おっすおっす。もちろんだ。もとよりそのつもりで来たのだからな。ありがとう。ありがとう。じゃあ、あいつがラスボスか。はい、本日もお疲れ様でした。いや、今回はちょっと今まで触れてこなかったアイテムのちょっと可能性にちょっと迫ってみたわけですが、新速のショーは楽しかったですね。移動が多いステージでは確かに役に立ちそうですけど、結構な火力にもなってたような気もしますね。はい、では、本日もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。まだまだ買ってないものいっぱいあるぜ。こうしてのんびりするのも悪くないな。